小沢聖治、小沢聖治、小沢聖治。1935年9月1日体は、日本人指揮者。2002から2003年のシーズンから2009から2010年のシーズンまで、ウィーン国立歌劇場音楽監督を務めた、世界的な指揮者である。英典、表彰歴として、文化勲章受賞など。主な称号は、ウィーンフィルハーモニー還元楽団。 ベルリンフィルハーモニー管弦楽団名誉団員、ボストン公共楽団警官音楽監督、政治小沢松本フェスティバル総監督、新日本フィルハーモニー、公共楽団警官名誉指揮者など、満州国法廷士、中国新洋氏生まれ、父、小沢開作は、司会士、満州国共和会創設者の一人で、同志で満州事変の首謀者となった、板垣聖志郎と、 石原漢字から一字ずつもらって、第三子を、政治と命名た。1941年3月、父を満州に残したママ母や兄と日本に戻り、東京都立川市の若草幼稚園に入園。1942年4月、立川国民学校、現、立川市立、第一小学校に入学。1945年、長兄の小沢克美、の地彫刻家になるから。 アコーディオンとピアノの手ほどきを受ける。才能を感じた一家は、政治に対して、本格的にピアノを学ばせようと決意し、横浜市博楽の親類から安価に譲ってもらった、ピアノをリアカーに縛り付け、父と長兄と、時兄小沢敏夫とで3日かけて、立川市の自宅まで運搬した。1947年、父が友人とミシン会社を始めた関係で、 神奈川県足柄上郡金田村、現、大井町に転居。1948年4月、成城学園中学校に入学。当時、小田急小田原線で新松だから、成城学園前まで、片道2時間かけて通学していた。中学では、ラグビー部に所属する傍ら、豊松のボりにピアノを習う。当時は、ピアニスト志望だったが、ラグビーの試合で、 大怪我をしたためピアノの道を断念。1950年秋、東京都世田谷区大谷に転居。以後、東京都世田谷区共同。1951年から1952年、東京都渋谷区笹塚。1952年から1955年、神奈川県川崎市幸区と手帳。1955年から1959年、で育つ。 1951年、成城学園高校に進んだが、斎藤秀夫の指揮教室に入門したため、1952年、斎藤の肝いりで設立された、東方女子高校音楽科へ第1期生として入学。同門に、秋山和義、山本直澄、羽萩京子、久山恵子がいる。当時、感触持ちの斎藤から、指揮棒で叩かれたりスコアを投げつけられたりするなどの、 体罰を日常的に受けていたため、あまりのストレスから小沢が自宅の本箱のガラス扉を拳で殴りつけ、大けがをしたこともあった。1955年、斉藤が教授を務める東方学園短期大学、現在の東方学園大学音楽学部へ進学、1957年夏に同短期大学を卒業。4月に卒業できなかったのは、肺炎で、 卒業試験が受けられなかったためであり、後に追試を受けて卒業が認められたが、療養期間中には、仲間がどんどん仕事をしたり、マスメディアに出演したりするのを見て、焦りと嫉妬に苦しんだという。ただし、この時父から、嫉妬は人間の一番の敵だと言われて嫉妬心を殺す、務をしたことが後になって大変役だったと語っている。短大卒業後、 1957年頃から、斉藤の紹介で、群馬公共楽団を振り始め、群京の北海道演奏旅行の指揮者を担当。1957年12月には、日本フィルハーモニー公共楽団の第5回定期演奏会における、ラベ、子供と魔法にて、渡辺明夫の下で副指揮者を務める。1958年、フランス政府級非留学生の試験を受けたが、 不合格となる。しかし、成城学園時代の同級生の父である、水野茂雄たちの援助で、東欧資金を調達。1959年2月1日から、スクーター、ギターと共に、貨物船で、単身と徒通。この時、小沢というアシスタントを失うことを恐れた、斎藤からは、東欧について、猛反対を受けたが、東方の不景快や水野茂雄たちの支援を得て、 1200ドル、約45万円の選別を受けた。1959年パリ滞在中に、第9回ブザンソン国際指揮者コンクール第1位。ヨーロッパのオーケストラに多数客演。カラヤン指揮者コンクール第1位。指揮者のヘルベルト・フォン・カラヤンに指示。1960年アメリカ・ボストン郊外で、開催されたバークシャー音楽祭、ゲン・グルート音楽祭で、 クーセビッツキー賞を受賞。指揮者のシャルル・ミューンシュに指示。1961年ニューヨークフィル・ハーモニック副指揮者に就任。指揮者のレナード・バーンスタインに指示。同年ニューヨークフィルの来日公演に同行。カラヤン・バーンスタインとの進行は生涯にわたり気づかれた。1961年に NHK 交響楽団。 N 教の指揮者に招かれ指揮活動を開始するが、感情的な圧力のため N 教からボイコットを受ける。小沢はたった一人で指揮台に立つという苦い経験をさせられ、指揮者を辞任。これは N 教事件、小沢事件、N 教、小沢事件などと呼ばれるイコール口術。このため日本では音楽活動をしないと決め、渡米した。その後、 NHK 公共楽団とは32年の歳月を経て1995年1月に共演を果たしている。1964年シカゴ公共楽団、当時の指揮者はジャン・マルティノンによるラビニア音楽祭の指揮者が急病により辞退。急遽ニューヨークにいた小沢が開催数日前に招聘され音楽監督として音楽を成功に収め、 小沢の名声は全米に知れ渡る。シカゴ公共楽団とは RCA レーベル、EMI レーベルに複数の録音を残した。日本人指揮者が海外の一流オーケストラを指揮して海外の一流レコード会社らクラシック音楽録音を海外市場向けに複数発売したことは画期的な出来事であった。1964年からは トロント交響楽団の指揮者に就任し1968年まで務める。1966年にウィーンフィルハーモニー管弦楽団を初指揮。1970年にはタングルウッド音楽祭の音楽監督に就任。同年サンフランシスコ交響楽団の音楽監督に就任し1976年まで務めた。1972年には 富士災系グループによる突然の日本フィルハーモニー交響楽団の解散後、学院による自主演のオーケストラとして新日本フィルハーモニー交響楽団を創立。小沢は指揮者として中心的な役割を果たし、1991年に名誉芸術監督に就任、1999年9月から警官名誉指揮者となっている。1972年に 日本芸術印象を受賞している。1973年38歳の時、全室のニューヨークフィルを呼び、シカゴ教と共にの一つに数えられる、ボストン交響楽団の音楽監督、第13代に就任。当初は、ドイツグラモフォンとの契約で、ラベルのオーケストラ曲集、ベルリオーズのオーケストラ曲集など、ミューシュの威発を継ぐフランス音楽の録音を続けた。その後、 グスタフ・マーラーの公共曲全集、大地の歌を覗くなど、フィリップスへの録音を行った。日本のクラシックファンにとっては、日本人指揮者の演奏をアメリカから逆輸入する形で行くこととなり、また、日本人指揮者の演奏が国際的に有名なレーベルから発売されるのは初めてであった。また、ボストンでの活動が進むにつれウィーンフィル、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団をはじめとする、 ヨーロッパのオーケストラへの出演も多くなる。ボストン公共楽団の音楽監督は2002年まで勤めたが、一人の指揮者が30年近くにわたり同じ、オーケストラの音楽監督を務めたのは極めて珍しいことと言われる。その30年近くに及ぶ音楽監督期間中、少なくとも1978年3月、1981年秋、1986年、 1989年には、ボストン教を率いて来日し、日本公演を実施したほか、1979年3月には、中国でも、同学団を率いての公演を行っている。タングルウッドには、小沢誠二の功績を記念して、日本の電機メーカー NEC、ソニー元社長の大賀のリオなどの援助により、誠二小沢ホールが建設された。なお、 アメリカを本拠にしての音楽活動が長かったため、アメリカ国内及び海外のマスコミでは小沢聖司を日系アメリカ人、ジャパニーズアメリカンとするケースも見受けられる。1984年9月、恩師である斉藤秀夫の没50年を忍び、小沢と秋山和義の呼びかけにより、世界中から斉藤の文化生100名以上が集まり、 斉藤秀夫メモリアルコンサートを東京と大阪にて開催。このコンサートが後の斉藤記念オーケストラとなる。1987年に第一回ヨーロッパ学料を行い、ウィーン、ベルリン、ロンドン、パリ、フランクフルトにて成功を収める。1992年からは斉藤記念オーケストラの音楽監督として活動を開始。このオーケストラでも フィリップスへの録音を多く言っており、今までにベートーベン、ブラームスの公共曲全集などを完成させている。1998年に長野オリンピック音楽監督を務め、世界の国歌を新日本フィルハーモニー公共楽団と録音。長野オリンピック開会式では小沢式によるベートーベン第九を演奏。開会式会場と世界五大陸の都市、北京、ニューヨーク、 シドニー、ベルリン、ケープタウンを衛星中継で結び、歓喜の歌を世界同時合唱で結ぶ。同年、フランス政府からレジオンドヌール勲章を受賞。2002年1月、日本人指揮者として初めて、ウィーンフィルニューイヤーコンサートを指揮。このコンサートは、世界同時制中継され、CD の売り上げ枚数は100万枚を超えた。2002年シーズンに、 ウィーン国立歌劇場音楽監督に就任。作曲家の竹光徹と信仰を持ち、深い友情関係を築いた。竹光の死後も、竹光作品を演奏する機会が多い。小沢と竹光との対談は、音楽、新潮文庫1984年ほか、写真集でも発表されている。2005年暮れに体調を崩し、同年12月に白内障の手術を受けた。 2006年1月半ばには、東京都内の病院で、帯状疱疹、慢性上学動炎、角膜炎と診断され、通院しながら静養していた。2006年1月27日に、アンデアウィーン劇場で上演される予定であった、モーツルトの歌劇、イドメネオの式は、キャンセルされた。2006年2月1日、ウィーン国立歌劇場音楽監督としての活動を一時、 休止。東京のオペラの森で、式予定であったベルディ、オテロの公演もキャンセルすると発表した。2006年6月、スイス西部モントルユキンコーブロネで開催された、スイス国際音楽アカデミーにて、式活動を再開。また、7月20日には、小沢政治音楽塾オペラプロジェクト by、愛知県芸術劇場オンサートホール公演にて、マーラーの公共曲、第2番。 復活を指揮し、日本国内での指揮活動を再開した。2006年度の斉藤記念フェスティバル松本、2007年4月に、ベルリンフィルを指揮をしている。2007年、ウィーン国立歌劇場総監督ホーレンダーの2010年優待に、伴い、音楽監督、小沢誠治の同時退任が発表された。2010年シーズンからの総監督は、ドミニク・マイヤー、音楽監督は、 ウェルザーイコール、メストの就任が発表された。2008年、世界の音楽界に多大な影響を与えたことや、若手音楽界育成に尽力した功績が認められ、文化勲章を受賞した。2010年1月、人間ドックの検査で、食道がんが見つかり治療に専念するために、同年6月までの活動を全てキャンセルすることを発表した。 食道全摘出手術を受け、同年8月に復帰。同年開催の斉藤記念フェスティバル松本は一部プログラムで、大役を立て総監督として出演。2010年11月、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団により、名誉団員の称号を贈呈された。2011年1月、悪化した腰の手術を受ける。2012年3月7日、体力回復のため、 一年間の指揮活動の中止を発表。2012年8月31日、小沢誠治さんと音楽について話をする村上春樹との協調、新調者で小林秀夫賞受賞。2013年4月1日、前年死去した吉田秀和の公認として、水戸芸術館の二代目館長に就任。2014年8月4日、 長野県松本市の音楽祭、斉藤記念フェスティバル松本 SKF が翌2015年から小沢誠二の名を冠した誠二小沢松本フェスティバルに生まれ変わる子になったことを実行委員会が東京都内で記者会見して明らかにした。2015年7月、ケネディセンター名誉賞を受賞。日本人では初の受賞となる。同年8月、 政治小沢松本フェスティバル開催。腰椎棘突起及び横突起骨折により、ベルリオーズオペラ、ベアトリスとベネディクトを交番。長野県名誉県民栄誉賞の第一号を受賞。2016年2月、自らが指揮する歌劇、子供と魔法、ラベル作曲を収めるアルバムが、グラミー賞最優秀オペラ録音賞を受賞した。2016年3月、 成城大学発となる名誉博士号を贈呈された。記念式典では、斉藤記念オーケストラや三戸室内、還元楽団メンバー、成城学園に、ゆかりのアーティストたちが集結し、S 小沢祝典アンサンブルを結成した。2016年4月、ベルリンフィルハーモニー還元楽団により、名誉団員の称号を贈呈された。2016年10月、 名誉都民に検証される。2 0 1 6 g 級メイ n of the、Year、を受賞。1962年、井上康氏の仲人により、三井不動産社長江戸英雄の娘で、ピアニストの江戸京子と結婚。京子とは、東方女子高校の第一期生同士であり、当時から小沢は江戸屋に入り浸りだったが、留学先のパリで再会し、結婚に至ったものである。ただし雄は、 娘は強い性格で個性が強烈との理由により、この結婚に最初から反対していた。結局、二人は1966年に離婚したが、その原因について、江戸京子はピアニストとして練習するにしても、自分が弾きたい時に弾けませんしね。主人が練習に疲れて家に帰ってきて、もう音は聴きたくないという。その気持ちもわかりますしね。 それで議論になると、結局は俺が稼いでいるんだから、俺の意見を尊重しろ、ということで押し切られてしまう。一番単純な議論でやってくるんです。それなら、自分が経済力を持てば、納得のいく生活ができるんじゃないかとと語っている。このほか、コンクール優勝後に、スターとなった小沢が、銀座のバーのマダムやモデルの入江美希と浮名を流したのも、離婚の一因だったと報じられた。 また、小沢は、留学前に、学府の江戸英雄から約20万円、一説によると50万円、の経済的援助を受けていた。このため、京子との離婚については、東方学園の関係者から、デビューまでは江戸屋に、強的な負担をかけておきながら、目的を達したら、さよならとの非難も浴びた。小沢が、N 京と契約したのは、江戸京子との婚約中であり、若い小沢が、 N 教の常任指揮者に抜擢された背景には、江戸英雄の政治力があったとも報じられた。江戸英雄が自民党の有力者を通じて NHK に工作を行い、前田義則、NHK 専務理事、後会長を通じ、小沢を N 教の指揮者に雇うよう命令したとの説を、毎日新聞記者であった原田三郎は紹介している。1968年、 白系ロシア人貴族の血を4分の1引く、ファッションモデル兼デザイナーで一時的に女優としても、活動していた、入江美キ、小沢、ベライリーンと再婚。美キの母は料理研究家の入江やさぎ。美キとの間に生まれた娘の小沢聖楼はエッセイスト。同じく、息子の小沢幸吉は俳優である。またミュージシャンの小沢賢治は老いにあたる。兄で賢治の父。 小沢敏夫は、小沢昔話研究所を主催する、交渉文芸学者で、筑波大学名誉教授。弟の小沢みきおは、俳優で、テレビリポーターである。指揮者、斉藤秀夫の母方の祖母である、前島久し、久。旧姓ウォーツは、小沢の母方の曾祖,祖父である、大津義一郎の実前であり、小沢は、僕は、先生の弟子というより近かったわけです。 親類だったからねと発言している。小沢誠二と NHK 交響楽団 N 協が初めて顔合わせしたのは1961年7月の杉並公会堂における放送録音であった。翌1962年には半年間客演指揮者として契約。当初は6月の定期を含めた夏の間だけの契約予定だったが、 秋の定期を指揮する予定だったラファイルクユベリックが出演をキャンセルしたため12月まで契約期間が延長された7月4日にはオリビエメシアンのトゥーランガリラ公共曲に本初演を指揮するなど小沢と N 教のコンビは順調に活動しているかのように思えたが10月2日の香港を皮切りとするシンガポール、レーシア、フィリピン、沖縄への演奏旅行で N 教と小沢の間に 感情的な圧力が生じ、11月の第434回定期公演の出来栄えが新聞に告表された直後、11月16日に N 教の演奏委員会が今後小沢氏の記する演奏会、録音演奏には一切協力しないと表明。小沢と NHK は接触を重ねたが折り合わず、N 教の理事は小沢をあんにゃろうとののしり、N 教は小沢に、 内容証明を送りつけ、小沢も1962年12月18日、NHK を契約不履行と名誉毀損で訴える事態となった。このため、12月20日、第435回定期公演と年末恒例の第9公演の中止が発表された。このトラブルの原因について、小沢が遅刻を繰り返したためという説を、ハッタリーチが述べている。 原田三郎もまた、小沢が、僕は、朝が弱いと称して、遅刻を繰り返し、しかもそのことを、他人のせいにして謝罪しなかったのが、N 教から反感を買った一員だったと述べている。東南アジア演奏旅行における小沢は、ホテルのバーで、朝の6時半まで飲み明かした状態で本番臨み、マニラ公園で振り間違いを犯して、演奏を混乱させ、 コンサートマスターの運の吉浦に恥をかかせた上、38度の熱があった、復讐者が来なかったせいだと虚偽の弁解を並べて、開け切ったために、絵の今の信頼を失ったと言われる。ただし、小沢自身はと反論している。一説によると、美男子でなるコンサートマスターが、小沢が現れてから、ファンレターがめっきり減ったため、頭に来てあじったということだとの報道もあった。後年 1984年の斉藤、秀デメモリアルコンサートを追ったアメリカのテレビドキュメンタリー2007年9月に斎藤記念フェスティバルの企画として NHK で放送されたで、小沢はこの事件の背景について僕の指揮者としてのスタイルはアメリカ的でいちいち団員に指図するやり方だった。でも日本での指揮者に対する概念はそうではない。黙って全体を把握するのが 指揮者だ。この違いに加えて僕は若造だったとの趣旨の発言で、振り返っている。しかし原田三郎はこの見解を否定し、と述べている。この時期、小沢が病気と称して、N 教との練習を休んだ当日、弟の三木夫の在学する早稲田大学の学生オーケストラで指揮をしている姿を目撃され、事件もあり、N 教の学団員の間では小沢に対する反感と、 不信感が募っていった。この事件は、N 教にとどまらず、政財界を巻き込む、社会問題に発展し、青柳正美、秋山国春、浅利啓太、安部康史、有坂義彦、市柳敏、石原慎太郎、井上康史、大江健三郎、梶山俊之、そのあや子、高橋義孝竹光徹谷川俊太郎、団育熊中島健三、 真ユズ夫、三島オ、ミシ村野東吾、山本健吉、幸重子が、小沢誠二の音楽を聴く会を結成し、NHK と N 協に質問書を提出するとともに、芥川康史、竹光徹、小倉明といった若手音楽家、約10名が事件の真相調査に乗り出した。小沢は活動の場を日本フィルに移し、翌1963年1月15日、 日比谷公会堂における小沢誠二の音楽を聴く会の音楽会で指揮。三島幸夫は朝日新聞1月16日付長官に熱狂に応える道、沢誠二の音楽を聴いてという一文を発表し、と外括した。結局、1月17日に、真湯澄と塩羅の圧戦により、NHK 副理事の安倍晋之助と小沢が会談し、これをもって一応の和解が成立した。 しかし、あの時は、もう俺は日本で音楽をするのはやめようと思った先の、ドキュメンタリーでの発言ほどのショックを受けた小沢が次に、N 教の式台に立つのは32年3ヶ月後、1995年1月のことであった。小沢は後年、N 教とのトラブルが刺激になって、よく勉強したとも10回している。1995年1月23日、 サントリーホールにおいて小沢と N 卿は32年ぶりに共演を果たした。このコンサートは日本オーケストラ連盟主催による体の故障で演奏活動ができないオーケストラ学院ための事前演奏会であり、ムスティスラフロストロポービチをソリストに迎え、以下の曲目を演奏した。なお、小沢はこのコンサートを引き受けた理由として、 小沢事件を知る昔の楽団員が退職したり、亡くなったりしていなくなったから引き受けたという趣旨の発言をしている。2005年10月26日には、小沢と N 響は NHK 音楽祭で再び顔合わせをした。を、共演者に迎え、子供たちのためのコンサートと銘打たれた、このコンサートの当初発表されていた曲目は、次のような1時間で収まるプログラムであった。 しかし、打ち合わせが山場を越えた段階になっても、どういう曲目にするかは、第5番以外は決まっていなかったようである。最終的には、ラプソディイン・ブルーは、よりジャズ的な要素が強いが内容は、難解なピアノ競争曲へ、蝶に差し替えられ、それに伴って出演者も、マーカス・ロバーツ単身ではなく、トリオ揃っての来日となった。また NHK が、千住明に依頼していた。 NHK 放送80周年記念の移植作品、日本公教師の初演の場を探していたこともあり、結局以下のような2時間を超えるか超えないかという、子供向けにしては、盛りだくさんなプログラムになった。コンサートは小沢が時々演奏を止めて、曲の解説をするスタイルであり、コンサートの最後は、桜桜の大合唱で締めくくられた。中レーベルは発売当時、楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。